どうも本田だよ。今日はですね、今日発売のローソンの新作スイーツを買ってきたので、ちょっとね、最近の近況とかをお話ししながら食べていこうと思います。それではレッツゴー。まずはね、今日買ってきたものを紹介します。まず一つ目がね、こちらのパリトロブリュレっていうやつです。で、もう一つのスイーツがこちら、ふわしゅわってやつです。なんかこのパッケージ見覚えあるよね。バスチーのシリーズにね、すごい包装が似てるんだけど、ふわふわで美味しそうだから買ってきました。あとがこちらです。これはね、マチカフェのアイスほうじ茶ラテっていうやつが今日の新作で出てたのでね、買ってきました。ひひひ、10日に出た新作いっぱいあるんだけど、ほとんどがね、なんかお弁当とかパンで、スイーツがこの今紹介したこの2つと、あと飲み物がこれだけだったので、ちょっとティータイムってことでね、これにしました。ほうじ茶ラテからいただきます。美味しい。もっとね、甘たるい感じなのかなって思ったんだけど、そんなことない。全然サムネ取ろうかな。サムネ、どれから食べようかな。あれ、スプーンがない。待って、取ってくる。うん、あった。捨ててたゴミ箱の中に、気づかないで入れてた。それでは、でもふわしわから食べた方がいい気はする。こっちからいただきます。あ、ケースに入ってる。あー、おー、見てこれ、美味しそう。すっごいチーズの匂いする。こんな感じのケースに入っておって、湿度を感じる。違う、湿度じゃない、なんだろう、なんか水分を感じる。なんかね、外側はなんかね、あの、なんだろう、この見た目通りなんだけど、中がちょっとね、しっとりしてる。いただきます。うん、おいしい。なんだろう、レモンっぽい感じがするんだけど、気のせいかな。原材料名にね、レモンジュースって書いてある。本当に入ってる。食べますか。これはいい。全然くどくない。前髪になんかね、さっきからね、一つだけなんかピンって伸びた髪があって、あなたはそっち行きなさい。はっ、ね、あるあるだよね。なんか一つだけ降りてくる前髪。はあ。ちょっとね、最近何してたのっていう話をね、したいと思うんですけど、最近はね、めちゃくちゃ嬉しいことがあって、 YouTube の話なんですけど、2月の後半からね、今までの5倍近くの人が見てくれるようになったんですよね。多分ね、その原因はもう学校は行かなくなって、お家にいる人たちがね、すごい増えてるから、こう YouTube 自体にすごい人がいるのかなって思っていて、今一番ここ最近で、ね、見られてるのがね、ニトリの動画なんですよね。いろいろ詳しくね、新生活のこととか、買った方がいいやつを話してるやつなんだけど、なんかそれの編集をね、ちょっと結構頑張ったんですよ。情報量多めの動画にできてて、それ自体を上げたのはもう先月の初めだから、結構1ヶ月以上前なんですけど、最初からいつもよりは若干見られてたんだけど、そのグラフが最初はこういう風な感じでちょっとずつ見られてたんだけど、急にここからルヨンって見られるようになってて、何このグラフと思って、今までほとんどそんなにこう、こんな曲線になるぐらいで見られることなかったから、めっちゃ嬉しくて、それがね、未だにね、ちょこちょこ見られてて、ここ20日間ぐらいで、おっとっとっと、自分の YouTube が流れて、ここ20日間で約3000人増えました。あー、ビッグな YouTuber さんたちをね、日頃から見てる人は、そんなもんってなると思うんですけど、本田のチャンネルとしてはね、すごいね、登録してくれる人とか見てくれる人が増えて、それでね、その喜びをね、どこにぶつけているかというと、まあもちろん動画なんですけど、それ以外に、コミュニティって知ってますか、皆さん。YouTube のさ、ここにコミュニティってある。この場所にちょくちょくこの1000人増えてるみたいな喜びをね、投稿してます。結構そこにまでね、コメントとかがくれてて、本当嬉しいです。ありがとうございます。実はね、こういう心の叫びとかはみんなで共有したいなってことはね、概要欄とか動画の他にはね、このコミュニティもちょこちょこ使ってるので、もしよかったら見てみてください。ちょっと2個目のスイーツ、パリコレ、違う、パリコレ、パリトロブリュレ、開けます。パリ、すごいかりんとうの匂いする、見た目はね、このカラメルコースターやばいやん。あ、でもウェットティッシュのおかげで、どうしてこういう不注意なことをしてしまうんだ、いつも。いきます。おお、見た、すごいサクサクで、下が
めっちゃ美味しそう。いただきます。うん、とろとろ、かりんとうみたいだ。美味しい。カラメルをカリカリに焼いた感じがあって美味しい。ね、今ね、こう3月にどういう動画を出そうかっていうのをめっちゃ迷ってて、なんかやってほしいこととか、ぜひね、コメントで教えてください。こういうの見てみたいよとか、そう、最近自分の動画をね、そう振り返って見てみたら、ファッション系が多いというか、GU はほぼ毎月やってるし、どういうのが見たいですか？同じく例えば GU でも、こういうコーディネートが知りたいとか、他にも全く違う動画とかでも、こういう企画をやってほしいっていうのあったら、ぜひね、このコメントに待ってます。いつもみんながコメントくれてるのは全部読んでるので、今日のコメントもね、めちゃくちゃ参考にさせてほしいです。ほうじ茶ラテが美味しい。ブリュレカタラーナが好きなんだよね。昨日の話なんですけど、布団に入ったのは結構早い時間だったんだけど、ある漫画を見てしまって、本当にね、もうめちゃくちゃ影響を受けやすいから、私それ読んだらもうなんかね、めっちゃ辛いというか不安感にね、めっちゃ襲われてしまって寝れなかった。私スマホにね、めっちゃ漫画アプリ入ってて、今はねこんな感じで9つアプリが入ってるんですけど、自分の中ではちょっとだけこう毎週毎週更新のやつとか、一気に読めるやつとか、いろいろあるんだけど、基本的に1日1話とか見れるやつだから、読みたいのって探せばいっぱいあるけど、探しちゃうとすごい時間、毎日漫画読んじゃうから、ちょっとだけ自制してて、1アプリ1個とか2個とか、だいたいね、平均してるんだけど、昨日はなんとなく、その、最初に広告で釣られて入った、そのきっかけになった漫画をもう読み終わって放置してあったんだよね。まあ、本当になんとなく開いたら、牛島くんが出てきてて、私もともと牛島くんがめっちゃ好きで、映画も2本、ちゃんと劇場で見たぐらい好きだったんだけど、あまりにもね、辛いんだよね。牛島くんってすごい辛い気持ちになるんだよね。だから、なんかちょっとね、今ね、離れてたんだけど、立って出会っちゃって、しかも読んだことない最新話とかが無料でずっと読めるから、なんてやつだったかな、昨日見たやつ。なんだっけ、昨日読んだのはね、洗脳くん。洗脳くんがね、本当に、すごい長いんだけど、なんか一応今見れるとこまではね、洗脳くん全部読んで、めちゃくちゃね、辛くなるの、これが。いや、漫画ごときでって思うと思うんだけど、っていうぐらいね、結構ね、シリアスすぎて、本当に。今夜も眠れないな。というわけで、ごちそうさまでした。まだちょっと残ってるんだけど、残りは冷蔵庫に入れてね、明日の朝とか食べようと思います。今日食べたやつはどっちも美味しかったんだけど、特に私はふわしわの方がね、おすすめでした。皆さんもぜひね、朝のコンビニとかで見てみてください。というわけで今日はね、これから編集して、この動画をね、みんなに届けたいと思います。というわけで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。このスイーツ食べてみたいなって思った人は、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。牛島くん読みたくなっちゃったよ、どうしてくれるんだって方は、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。